Take me anywhere.
けど、お母さんは私の心配をよそに定年を迎えるまで本当にパワフルに家族のために一生懸命働いてくれました。とても感謝しています。立派な仕事をして料理も上手でたくさんの人から慕われている姿は女性としてすごく尊敬できる自慢のお母さんです。お父さんは私が小さい頃夜遅くまでいないお母さんに代わって洗濯やご飯の用意をしてくれていましたね。仕事柄早朝に出かけて夕方に帰ってきてくれていたので私の遊び相手にもなってくれていたけど、今考えてみると朝5時過ぎに出かけて夕方帰ってきてから家事をして私の相手をするなんてすごく大変だったのではないかと思います。本当にありがとう。そしてお兄ちゃん年が離れているせいもあって私をすごくよく可愛がってくれて妹思いの最高のお兄ちゃんです。小さい頃からお兄ちゃんが大好きで、お兄ちゃんが好きなものは何でもかっこよく見えていつも真似をしていました。6つ年上のひろみつさんと出会ってすぐ意気投合できたのもお兄ちゃんのおかげだと思っています。そして今日は司会を引き受けてくれてありがとう。舞のためなら2つ返事で引き受けてくれたこと感謝してもしきれません。最後の最後までわがままばかりでごめんね。そしてそんなわがままを許してくれたさちゃんありがとう。私が大阪に帰るといつも楽しみにしてくれて、家族で集まろうと一番最初に声をかけてくれるのはさちゃんです。こんなに家族思いの姉ちゃんができたこと本当に嬉しく思っています。最後にひろみつさんのお父さんお母さん、いつも健康が一番と私の体を心配して気遣ってくださってありがとうございます。家族として私を温かく迎えてくださったこと心から感謝しています。至らない未熟な娘ですが、これからひろみつさんと助け合いながら幸せな家庭を築いていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。